聞いたぞ、ボルトのカーマのこと。今さら悔いても始まらねえが、ボルトに申し訳なくてよ。相変わらず耳が早えな。俺はあいつと約束した。カーマに飲み込まれそうになった時はたとえ殺してでも止めてやるとな。ボルトにカーマがつけられてからもう随分経つ。その間に俺は何一つ手を打ってこなかった。お前に責任はない。俺はあいつの父親でもあるんだ。火影の立場を貫くならたとえボルトを殺してでも止めるべきかもしれねえが、俺には里のみんなの命を預かる責任がある。たとえ早めに対処していたとしてもできることは限られていた。もしカワキがあの晩にいなければどうなっていたかわからん。サスケ、お前こうしている間にもボルトの体は大ツツキに侵食されているんだ。だが俺はできなかった。だから今度こそ俺は約束を果たすつもりだ。そんなむごいことできるかよ。ボルトには何の罪もねえんだぞ。あいつに話したのか、もう残り時間が少ないこと。あっ、親ってもんじゃねえのかよ。そうなる前に俺が何とかしてみせる。今までとは事情が違う。隠したところで結果は同じだ。そろそろ現実と向き合ったらどうだ、ナルト。もうお前の中にクラマはいないんだ。ようやく体が温まってきたぜ。